はい、じゃあそろそろランバトやります。エントリーまだの方はエントリーお願いします。そろそろ始めます。梅原さんの公式ツイッターから来た。なんででしょうかね。現在21名ということで、
21名なので、777でいいのかな。まあ、もう来ないかな。じゃあ21か。7人チームにするか3人チームにするかですね。まあじゃあセブンオンの、まあ、3チームリーグ戦でいいですかね今日は。まあ何かこんなのやってよっていうのあれば、言ってください。まあじゃあ、最初の人、
じゃあまあ7人チーム3つでいいっすかね。うん、
やります。あとエントリー費まだの方ちょっとお願いしますね。瀬尾さん、八重さん、タメコさん、四季さん、はいはい、2人あと金子さん、あ、友田さんはもらいました。明日で B チームにハゲが入りました。もしね、誰か来たら A チームに入るっていう感じで、はい、じゃあ、配信代は最後にしてください。チーム表は、カウンターのあたりにね、貼ってありますので、確認してください。
はい、じゃあ大会開始しますよ。やりますよ、やりますよ、やりますよ。皆さん大会開始です。はい、じゃあ今日3チームのリーグ戦なんで、まあ A チーム対 B チームで、で A チームがおちゃる丸、固定、すぎ、うね、やや、ためっこ、しきですね。これが A チームです。で、B チームが、小江戸、破天荒、長州、瀬尾、中島、ぐっち、金子、ハゲですね。はい、じゃあ詰まってください。大会を行います。はい、 A チーム、おちゃる丸、固定、すぎ、うね、ややためこ、しき、 A チームです。A チームだけちょっと今7人ですね。 B と C は8人。B チーム、小江戸、破天荒、長州、瀬尾、中島、ぐっち、金子、ハゲ。強すぎるから。じゃあ、先方だけじゃあ、申告で、あとはルールないっす。ルールはない。あ、順番は別に関係ないですよ、これ。A、B、C の順に戦う。はい、そうですね、負けた方対 C ですか。ん、1人負けるごとに東西南戦みたいと、と、はい、はあ、残ったら勝ち。なるほど。と、まず勝ち抜き戦やって、それを勝った方が、
じゃなくて一人ずつ。まあだから最初 A と B の一人目がやって、そうそう、 B と C の方がいいかな。 B と C、 ああそうか、 B と C の一人目がやって、負けたら A の一人目が乱入する。な、うん、これ みんなルールを難しそうですね。ん、音声途切れ途切れ。んまあまあ、え、じゃあ普通に？まずなんか順番をそれぞれのチームに決める必要が、ああ、どうすれば？まあまあ普通に。そうだね、時間ないね。まあ普通に リーグ戦でいいんじゃないですか。なんで3人で、ん、なんで3チームに分けたんですか。いや最初21人だったから。15、15で東西戦とかだね。まあ東西はあのいつも第3やってるから、だ第1はなんかまた別ちょっと違うっていう。まあいいよ、もうリーグ普通のリーグ戦でいい、いいんじゃないか。ね、ね、はい、はい、じゃあ A 対 B、 普通に勝ち抜きのリーグ戦です。はい、 A チーム誰かおらんかな。あ、行きますか、先方。はい、 B チーム、B チーム誰か先方。あ、俺、俺、俺、じゃあ、じゃあ B チームハゲ。これわ、あ、あ、あ、じゃあやりますか。じゃあ、リーグ戦、普通のリーグ戦で、まずは A 対 B で、それぞれ勝ち抜き戦で相手のチームを根絶やしにした方が勝ちということで、じゃあまず先方、まあ、そう決まったのか。じゃあまず A チームの先方タメコさんと B チームの先方ハゲさんで行ってみましょう。 1P2P から。そうですね、お、2P で、じゃあお願いしまーす。キャラはどうします。何でもあり、何でもあり、かぶせあり、何でもあり、間違い、まあそうっすね。さあ始まりました。まあランキングバトルとは名ばかりに、まあ毎週毎週好き勝手やってるわけですが、まあ、今回は勝ち抜き戦といったわけで、おっと、ハゲさんはダルシム、
で、タンパタメコさんは X バイソン。さあ、この戦い、まずグラウンドで、まあ、しかし、あの先日のあのエクサーからタンパタメコさん、かなり立ち回りがですね、いい感じになっているんですね。クレイジー出ていた。クレイジー見てから、見てからクレイジー抜けてきましたね。あれ誰ですか。あ、どうもこんばんは。あ、はじめまして。はじめまして。はじめまして。ほぼ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 です。ほぼ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 山本。はい、あざす。さあ、おっとピュッてる。さあ、しかしダルシムなので、はいはい、その後があまり、まあそうですね、コンボもあんまり決まらないんですが。そうですね。しかしゴリ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 削られていってるぞ。いいっすよ、体力が。おー、タミコさんいいっすよ。さあ、おー、タイヤシやる。しゃがみ大キックでしたね。クレイジー行くのかと思いましたけどね。そうですね、わざと行かずに、あえてのダイヤシっていう感じ。そうですね。じゃあ次 B チーム、B チームがこれ、あれかぶせなんでしたっけ。かぶせ何でもあり、我こそはという方はね、キャラクターも何でもあり、ハゲさんいないので、小江戸さん、発展校さん、長州さん、そうですね、瀬尾さん、中島さん、グッチさん、金子さんから好きな方。お、じゃあ発展校さんいきます。発展校さんがこれ一人一キャラですよね。一人一キャラです。一、はい、人一キャラなので悔いのないような、はい、そうですね、悔いのないようなキャラをね、選んでいただきたいといったところで、破天荒さんは、まあ、もちろんメインの X ルーで、はい、乱入。さあ、出た竜巻アグレッシブすぎる。今日はなんかいつもより破天荒な竜なんですかね。何何何、いつもより破天いや、いつも破天荒な竜じゃないんですよ。いつ今迷いがありましたね、発言にびっくりしました今。いや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 、後半だいぶ迷ってましたからね。いやいや、破天荒です。いつも真面目じゃないですか。いや、いつも破天荒です。何言ってんすか。いつも破天荒ですか。いや、しかしあの抜けてきた玉抜け、玉抜けクレイジーめちゃくちゃうまいですね。やっぱりそうですね、やばいっすね。あれ覚えちゃうとやばいっすね。もうさあ、おー、リバーサル、リバーサルのグランド刺さる。溜まっている、しっかり溜めている。さあ、タメコさん、さあだいぶ上達している。上達していますよ。なんか音声途切れた。なるほど。タンパタメコさん、まだタンパンチ一回も使ってないような気もするが。そんな気がしますね。見てない、溜めてないんじゃないですか。むしろ、あ、もう溜めてない、溜めてない説。いやいや、やばいですね。タンパ溜めない子になってしまう。いやいや、名前フェイクですからね。名前フェイク、名前シャリ。さあ、逆に押し返してヘッド。これすごいですね。ちゃんと竜巻見てからヘッド。ナイスガード。さあさあ、ダイゴス。さあ、うまい。抜けてきたが、この後ありますよ。さあ、時間が、あっと、なんか食らっているぞ。時間がない。さあ、時間切れ。惜しいところ。惜しいですね。いや、でもしかしだいぶいい動きしてますね。はい、肉弾戦はかなりいい感じなんじゃないでしょうか。あっと、まず頭ダッシュアッパーで昇竜拳でお返し。いいところに置いておきますね、アッパーなり。置いてはいるが、ファイヤー波動がきつすぎる。そうですね、これね、ダウンするからね。ダウン性能が強いですからね。激しい。さあ、さあどうする、ここから中ボスグランド。あー、キスがジンク、ジンクですよね。たったの破天荒さんの竜。さあ、 A チーム、 A チーム2人目。さあ、竜にかぶせるのは杉さん。いる、いく、杉さん。あ、いきますか。あれ俺の嫁を、そのパターン。どこのドイツだと。今ばかりに今思い立ったかのように言いましたからね。はい、乱入してきたのは四季さん、四季さんの、四季さんの何ですかね。かなり迷っておりますが、ガイル、ベガ、ベガ、ベガ、なるほど。四季さんのベガ、二人目ベガ。さあ、まあ、リュウベガ、まあ、四季の細道ではね、結構ね、あの、見るカードですよね。はいはいはい、四季のカードでは。まあ、しかし四季さんのベガも結構、しかし、相手がリュウなので、どうなるか。
まあ、画面端でもう波動拳連発されてるだけでかなりきついですからね。そうですね。さあ、おヘッドからの、お大カニカニカニですね。抜けてきた、しっかり抜けていく、夫婦揃ってのね。そうですね、玉見てからスパゴン、恐ろしいです。玉抜け性能が高いですね。さあダブル2、ダブル2、さあ波動拳をふわっとしていく、果敢にカニを出していますね。カニ竜は多分ないんですよ、うまいのが。おっ拾って、あれ真空波動は、いや、いや殺しきれなかったからあえて出さなかったと思いますね。殺しきれなかったからあえて出さなかった。あーっと抜けてくるからの、からわー拾っ、今度はこっちが拾おうと思ったが、うますぎる、と飛び台、コバキック、コバキック違うな、コバキックじゃないよ。なんだっけ、トマホーク、トマホーク、トマホークじゃない、トマホキックコマンド技じゃない。お、じゃあ次は、さあなんかスタートボタンが押せなくなったという機材トラブル。違う台ですね、違う台、違う台か、うん、配信台じゃない、違う台か。さあこのスキベガに対して入っていく B チームのどなたか、 B チームの方、ベガに対してはやっぱり誰が行くんでしょうかね。誰が行くか、誰も行かない、誰も、そうっす、小江戸長州瀬尾中島、あ、1ラウンド取っちゃってるんで指名されちゃいますよ。とりあえずポチッと誰か、小江戸瀬尾金子、中島長州グッチハゲ、シキさん、シキさん今日はベガですよ。ハゲさん死んでます、ハゲさん、あ、なんか指名、指名します、指名、金子さんご指名金子さんご指名、金子さんご指名入りましたけど、入りました、入りました。これバイパールールじゃんこれ、はいはい、バイパールールじゃん。いやいやいや、プレイヤー指名一応進行がね、進行が届く、まあそうですね、届くために、そうですね、まあ急遽思い出したかのように指名ルールありますね。はい、で入ってきたのは金子ガイル、金子さんメインですね。あ、昨日式では準優勝、あ、準優勝、うん、あれ優勝どなたなんでしょう。優勝 KKY さんのブランカですね。 KKY さんブランカなんですか。はい、しかもブランカ、はい、マジっすか。いろ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 ありまして、なんでなんでこういう時みんな遠慮するんだよ。そうなんですよ、遠慮する必要ないんですよ。いやね、なんかね考えちゃうんですよね、バンバン入っちゃうしかないですそうそうそう、みんななんかそうっすね、遠慮なんかしちゃうんですよね。なんかね、譲り合っちゃうんですよね。そうですね、どうぞどうぞみたいな、謙虚になってしまう。ゲームセンターではあんなに俺だ俺だってなっちゃうんですけどね。そうそう、そう、戦闘民族のくせに、戦闘民族のくせに、いやいやいや、もうまあ、大会は公の場なのでね。さあ、暗い投げ、さあ、一本ずつ取り合って、はい、すいません、画面全然話してなかったですね。いや、でもしかしいい勝負ですよ。さあ中川一、中川一からバックソバットはダブルに、おーっと危ない、ピヨってないと、しかし、し、相打ちカニ、あ、これ金子さん勝ってもらわないと、しかしこれはソニックが打てない、厳しいが、だい体力差結構厳しいが、いやでもどっちもありますよ。金子さん勝ってもらわないとちょっと譲り合いになっちゃうのか、またさあどうする、硬い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 、お互い硬いぞ、硬すぎる、硬い動きいいと思います。これはど、緊張感ありますね。おおっと、手前落ち、ふんわりか、あー、サイコクラッシャー、サイコが当たっている、四季さんのベガが勝利、さあ金子ガイルが敗れたため、あ、金子さん、金子さん、お支払いがまだでございます。ただ、ただげーでございます。酒井美濃だった、はい、続いて誰が入る、はい、続いて誰が行くんでしょう、グッチさんが自ら、金子さんに続いてグッチさんがブランカブランカかグッチさんが、グッチさんがバイソンか、ベガバイソン、ベガバイソンですね。おっと、バイソンを選択、さあ続いて現れたのはグッチさん、もう落としていく、さあ最後は第一般で開始して、あ、拾う、拾う、さあ拾っていって、はいはい、投げて、
さあ、画面味、まあ大体画面味になるんですよね、これね。お互い突進系なんで。お互いそうですね、弾もなく突進系なんで。はい。おっと、でかい短波から掴みに行った。これでっかいな、今の。いや、ちょっとここ音聞こえないんで、いくつなのか分かんないですけどね。でも57秒だから、まあ F5 とか6とかじゃないのかなと思うんですけどね。でもちょっと早いかな、それは。結構減ったけどね、これ。ベガーバイソンに対しても、あ、ダメか、ヘッドで切られます。さあ、これきつい固め。バイソン何もできない。ダナイトメアからダブルに、ダブルにあるんですが、ひたすらにもうまたでかい。あ、しかしから、お、めくりからのヘッドグランド。うわー、投げる。さあ、まず、まあ、これで一本一本取り返すといった形で。おーと、危な。あー、しかしピョってる。はい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 、おっと。さあ、グッチさん破れたり、破れたため、続いては長州さん自ら行きましたね。お、長州さん、長州さん、 X 剣、 X 剣ですね、長州さん、黄色剣。さあ、スクレーラーに対して X 剣で入ったのは長州さんの剣。まだ A チーム2人目ですからね。そうですよ、 A チームちょっとパワーバランスどうなのかなって。丹波為子さんが負けると四季さんが出てくるので。そうですね、はい、流れがあるので。トラップカード、遊戯王かみたいな。ハニートラップですからね、速攻トラップ魔法みたいな、気をつけないと。さあ、しかし結構落とす。カニカニカニ、やっぱ龍拳カニがきついですからね。カニ振りまくり、足技素晴らしい。さあ、表だった。おお、サイコだと裏回んないですね、確か。サイコだと表のまま、ダブル2だと裏回るっていう。さあ、ダブル2出際がだって、さあ、膝、お膝の時間が、おっと、なんだ今、竜巻だった。さあ、投げる投げる、受け身がないぞ。うわ、サイコ当ててく。昇竜出たが裏回り、あ、ダイヤシ壊して TBS からの投げ、投げ、今の台足はまさかですよね。繋がってないですからね。繋がってないけど、うわ、出際に最高。さあ、なんだかんだでもう体力がない。やばいぞ、剣側がだいぶ押されている。さあ、押したり引いたり。ひたすら出際に足を、頑張って波動を打つしかないが、それか飛んでいって TBS 狙いってことですね。うわ、垂直落とされて、そしてサイコ対空。はい、ちょっとシキさんのベガ強いですね。やばいですね、このベガ、なかなか止まりませんね。キレキレです。メインのキャラももう容赦なく叩きのめしておりますか。さあ、中島瀬尾金子、 あ、中島瀬尾小江戸、中島さんが来ましたね。中島さん入りました、はい、中島ガエル久々にお見かけします。確かに久しぶりですね。まあ、しかし、うおー、危な、どっとっと、でもこれはちょっと体力取られすぎか。そうですね、ガイル側結構ね、ベガに対して取り返しづらいんで、さあ踏まれていく。これは厳しいぞ、今のほんと取り返せないんですよ、ダメージ取られると難しくて。そうですね、ダブル2は投げて、さあ画面味、あー投げる、ちゃんと受け身を取っている。さ、ちゃんとリーバーズーカで透かしてますね。めくりはガード。さあ、中島さん踏ませて、うお、投げる、投げかえされて、さあ、画面足、しかし相打ちしてればなんとか。おっと、ライト目はうますぎる、飛んでかわした、飛んでかわして3段、ね、あれ見てから飛んでるのかな。いや、あれは無理あれは見てからじゃないですですよね、あれは無理無理。あーっと、これは拾われて引っかかったが、サマーで逃げたが、まとわりついている、投げ、投げ、投げる、これは厳しいぞ。四季さんのベガ強いぞ。
あとはどなただ。あとは小江戸さん、小江戸、小江戸さん、瀬尾さんだけですね。小江戸さんと瀬尾さんだけ。あとやばいっすねこれ。やばいですよ。さあ瀬尾さん、あ、小江戸さんが座った。どうキャラ、オナキャラ、オナキャラ、オナキャラか、オナキャラ、やっぱりオナキャラ。さあターボ、ターボから入ってきたのは、ね、小江戸さんの絵が。さあでもしかしこのベガのオナキャラといったら画面端はやばいやつですよね。あれですよ、やばいやつですよね。ゲージ持ってないともう死ぬっていうね。あのひたすら足ダブル2、足ダブル2の、そうこれ、お互いこれになっちゃいますよね、このハメ技。さあハマってしまったか、これは。ハマっちまったようですね。あっと逆に落ちたが、でも体力がもうない。あとは削り殺されて、これ画面端じゃなくてもこうなっちゃうんすね。なるほどなるほど、僕画面端限定だと思ってました。俺これだけだったらできそうだな、俺俺これだけだったらできそうだな。ベガ戦だけなら、これだけ練習してみてはどうですか。これだけ練習しようかな。さあしかし、はい、逆に逆にシキベガが同じパターンを、うおっとおっと、ナイスガード、ガードしたけどね、体力差がもう厳しい。さあここからノー、お、飛んでいる。しっかりゲージを持っていたのを確認していた。さあ、あー、カニで蹴られて、透かしからの後ろから蹴りですね。やばい。さあ残ったのは瀬尾さんのみ。大将、自動的に大将、瀬尾さん、シキさんお願いします。ここで瀬尾さんも、いやでもね、瀬尾さんも未納なので後でしょ。あれなんですよね、でも瀬尾さんももしもこのシキさんのベガを倒したら全体でするあるんですよ、可能性としては。まあそうですね、そうなんですよ、勝てばいいだけですからね。しかも瀬尾さん今回はチュンリー、勝てばいいんじゃないですか、負けなければいいですよ。そんなね、悠長なこと言ってらんないですよ。おっとまだピオリ残っていた、やばい。これね、ピオリカウンターね、ゼロになるまでは保持しますからね。しかしこれはきつい。さあコメント側も逆転を見せてくれと、もうあいつだけでいいんじゃないかと。まあそうですね。そういう形ですよね、確かに。まあそれに対して、ね、しかし逆転を見せてくれ、逆転を見せてくれ。いやでもほんと瀬尾さん、シキさん倒したと逆転全然あるんで、キャラ的にも組み合わせ的にも。ここはなんとか知ってほしいところだが、ベガチュンリーは、まあ、チュンリー側が千年遊べるカードなので本当にきつい、これね。さあ、最高、どっちとも言えないっすよ。 あっと今最高の無敵で抜けたが、着地をテンション、さあこっからどうする。いやもうダメでしょこれは。もうこれは痛すぎ。さあ戦列後ろだけ、ま、テンション、今出させた感じですね、ナイトメア。マジかよ。投げていく。さあ A チーム、さあここで久しぶりに A チームのターン、そうですね、 A チームのターンがやってきました。杉さんいきますか。え、いやいやいや、あ、いやいや、 S バイソン。さあさあ B チーム、 S バイソン。あーごめんなさい、 A チーム、 B チームは残り瀬尾大将一人なんで。さあ杉さんが、チュンリーで S バイソンはさすがに行った行った、いやいいんすよ、いいんすよ、え、いいんすよ、俺はもう知りませんよ。お金払った分楽しめればいいんすよ、自分が。そうですよ、うん、いやそうですよ、参加費払った以上は好きなキャラでやるのが一番ね、そういいですからね。そうなんです、1キャラしかいないですからね。そうなんとか。さあそして杉さんは S バイソン、あの我が地獄に行かずして誰が行くかと。そう自ら地獄を選択するって感じですね。そうなんですよね、うん、お、これが俺イズムか。 X でもかなりって話なのに S を選んじゃうっていう。さあ楽しいかこれね、いやー100で突っ込んでしまう、それダメなんですよ。ちょっとなんかいつも杉さんなんか僕とかに対してどうやって S バイソンでチュンリー倒せるのかなって言うんですけど、あれ次ですね、次、はいはい、なるほど、これはすごい。あー、さあしかし杉さん終わる、終わり、もう終わりでしょこれはもう。終わった。もう余生ですね。ガイルにしたけよかったのに。続いてキャラプレイヤー決まってます。A チーム。え、決まってますか。ヤヤジュニア。ヤヤジュニア。ジュニア。ヤヤジュニア。
代行急遽代行なのか、まさしくプラスなのかわからないですが、さあ相手が瀬尾さんというですね、ちょっと杉さんね、やっぱ考えた方が良かったですね、キャラはね。おお、さあこれは激ヤア、これは激アツラカード選んだな、ホンダ。はい、これ後ろの人が今入れ知恵したんじゃないですか、大丈夫ですか後ろにいるあのややジュニアの後ろにいるのはおちゃる丸さんなんですけれどもホンダにしとけって言ったので、いやホンダあっ、しかし中段容赦がない、瀬尾さんは容赦ないちょっとホンダチュンリーはね、あのこういう時結構その試されるんですよね、どうするべきか、かなり瀬尾さん的にも迷ってと思うんですけれども、ただもうチーム一人で背負っちゃってますからね負けるわけにはいかないですよね今、まあそうなんですよね、もう瀬尾さん大将なので、そうですよね、負けたら終わりですかここでね舵を譲るってことはね、ちょっとこれ難しいところです、難しいところです、あんまり気候打たないですからね、しかしこのホンダの動きなかなかサイケデリック、百裂を百裂張り手をジャックパンで止めていく、おなんか痙攣しているしかし刻んでこれは張り手で、いや今の裏表は見えなかったですね、そうですね、はい、どっちか分かんないですよね、完全に今裏打ちの形、さあ3ラウンド目、さああの瀬尾さんのチュンリーを1本取って、素晴らしいですね、瀬尾さんのチュンリーに取れる本だってそんないないんじゃないですかね、1本取るのは難しいですよ、なかなか伝説です、これは将来有望ですね、有望ですね、さあしかしボッタチユ、あ、張り手が出せるようになった、さあ技を覚えたぞ、さあ刻んでしっかり飛び上がろうとしている、前飛びをビンタで落とされて、さあ あっと戦列出していく、終わらせていった、大人の選択これが大人のスーパーコンボいやびっくりした今、ちょっと本気を出せばこんなもんよと今チュンリーも言ってましたね、びっくりしましたね、さあ、さあ A チーム続いては、はい、打って変わって、あ、おちゃる丸さん、おちゃる丸選手、おちゃる丸さんバルログっすねと言ったらバルログですよね、さあしかし投げてく、はい、イズナ、さあこれは美味しい、あるのか、オーバーの早詰め、お、来てる、これはさあ体力差結構ある、しっかりテラ溜まってる、あるのか、テラ出る、あるのか、さあここで終わらせてほしいここで終わらせてほしい、もう裏返っちゃうほどね、ほんときついんで、チュンリーやっぱヒョーバルはチュンリーでもきつい、はい、最強です、さあお茶投げる、うまい、後ろ落ちから投げる、まあ、さあこの距離、この距離、バルゴの距離来てるからの、うまい、潰してる、うわー来た、よーし来た、食らわせ投げ、よーし来た、セオチュンリーここでとストップと、きたー、ということで A チームの勝ち、 A チーム抜け、 A チームが残っているのが、いや、あれですよ、結構残ってますよ、コテウネおちゃる丸ってことですかね、そう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 、あと、そう、あと、そうだね、八重さんも、八重さんも、あと八重さん、残ってたから、まあまあまあ、そっか、で、次どうすんの、次どうしましょう、 A とB と C で B と C 行きます、行きますか、はい、じゃあ B チームと C チームお願いします、とりあえず先方だけ申告制で行きましょうか、じゃあ B チームと C チーム最初に出る方決まったら教えてください、誰かな、お、B チーム先方決まりましたよ、じゃあ C チームどなた、どなたかなあ、山本さん行きます、あ、じゃあじゃあお願いします、じゃあ、じゃあ 1P2P じゃんけん、さあ続いては B チーム対 C チーム
なんですが、先方が決まったようですね、お互い。はーい、じゃあ C チーム先方、ほぼ山本さんと B チーム先方は、まあ、またハゲさんですね。じゃあよろしくお願いします。さあ一体どんな戦いを見せてくれるのか、全く見当も予想もつきませんが、あれ、ワンピー側、ハゲさんが選んだのはハゲさんだよね。ワンピー側フェイロンですね。さあフェイロンに対して山本さんは、あれ、エクゾーンだ、謎初めて見るさあほぼ山本やばいな、初めて見るな。ハゲさんのフェイロンとほぼ山本さんのエクソンだ、これは見もの。さあしかし張り手と、あ、頭突きはコマンドは知っている。しかしハゲさんもちょっとやりづらそうかと思ったが、おっ、これは繋がらない。でっかけん、どすこいどすこい、おわ、相打ちでオッケー押し付け合い押し付け合い。さあ肉弾戦って感じですが、まあ両者必殺技あんまり精度が良くないのでいい勝負なんでしょうね。さあしかし支援出る、支援も100巻も、おコマンド思い出してきたか。あ、レック出る、やばい、ハゲさんはかなり、てかハゲさんの方がやっぱ扱えてる感じはありますね。あー繋がってる。さあほぼ山本さん、なんで X ホンダを選んでしまったのか。リュウチュンリーで良かったのではと思うんですけどもね。さあ頭突きダウンして、ドスコイドスコイはガードされて、さあ壊してどうする、うわうわあるぞ。さあお互い、しかしこれは美味しい、あとは、あー拾われてる100巻で逃げるがどうする、うわ100巻から続き、うわなんだこの勝負、なんだこの勝負って言わないでください真剣ですよさあ勝ったのは山本さんのホンダ、これはあやばい続いて現れたのは破天荒さんのエクスリュー。さあ山本さん、やる前から死んだよこれって言わないでくださいよ。さあさすがに破天荒さんの竜に勝てたらえらいこっちゃですが、ダメージ的にはかなりいい感じですね。さあハルテ、おおすげえ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 、今空中スパコンで拾ってかなりいい感じ。これはあるのか、あーさあどうする、あー100巻は引っかかって、いやー波動拳は引っかかるんですよそれまあしかし戦いの中で成長していく感はかなりありますね。もう実戦で覚えるみたいな、練習はなし、練習なし、鍛えないっていうすごいですね。しかしこれは圧倒的なキャラ差、やばい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 、弾が抜けない、リバーサルで出しても弾が抜けない真空波動で削って終わり。いやーいや、そうですね、でもかなりあの破天荒さんをここまで追い詰めたのはもうさすがほぼ山本さん。さあ次 C チーム、あもうじゃあいいっすよ、 OK です、 OK です。ジープさん、ジャロップさんか。さあ続いてジープさんじゃないっすよ、ジャロップさんですよ。さあ
ジャロップさんは S 差がなんか前もなんか大山ででもなんか見かけたような気がしますね。さあしかし S 差が X リューはかなり S 差がに分があるカードだとまあ思うんですけども、うまい、 しっかり竜巻見てアッパーカットを決めていく。さあタイガー2位はガードされるがいい感じに前を詰めていってますね。さあこれは通らない、しっかり球も打って上を見てアッパーガットも出していくと。さあ今度はお返し中ボスダイヤシ、さあ球を、さあダイヤシ、さあファイヤーハード、これはきつい。さあ画面足どうする、球を打つがまあでも S 下がらったらまだここまで体力取り返せると思ったが真空波動で完全に割られてしまいましたね。さあお互い一本一本、さあこれ減る、アッパーカット減りますなやっぱ。さあ飛びは通らない、あーリバースで大アッパーか、これはきつい。さあまあでもしかし X 竜も結構まあ取り返せるキャラなのでわからないですね。またさっきみたいに真空波動拳が当たればと思ったがタイガーに怖い怖い、急に前詰め寄ってくる系のエッサ側はと思ったが一気に形勢逆転。さあこれどうする、おー飛びが飛びが飛びが出してほしい出してほしい、しかしどうなるどうなる、あ、やばい、これで5分かガードしたらおしまいだぞこれ。あー、あ出先を蹴った、前飛びダイヤシが通る、勝ったのは破天荒さん、素晴らしい、素晴らしいですね。さあ続いて誰が出るんですかね、さあ破天荒竜に対して、あ、入りましたね、ガイルはガイル、ガイル、あ、ヨイチさんの、ヨイチさんのガイル、ヨイチさん、あの本職は02かな3かな2だ02、あ、02勢なんですか、この前あの新宿区のゲームセンターの方で優勝してましたよ、はい、うわマジっすか、はい、ちなみに02では何を、ナッシュですよ、ナッシュガイルいないんで、なるほど、はい。さあしかし破天荒さんはガイル戦かなりめちゃうま、めちゃうま、めちゃうまなんですよ、なるほど、結構ね、心の隙間知ってる感じあるんで、心の隙間をついてくる、はい、心の隙間かなりドーンってね、ドーン、そう、ドーン、ドーンってあの、前飛びダイヤシ、はいはい、ね、そう、うまいんですよ、なるほど、その前飛びしてくる、立ち回りなんですけど、その前飛びしてくる感じの X リューなんですね、そうですね、そう、地面意外と飛びますよね、飛ぶんですね、でも、ちゃんとガイルが溜まってない時に前飛びしてるんで、なるほど、なるほど、厄介。そしてソニックに対してもちゃんと竜巻をね合わせていくスタイルですよね、はい、合わせていきます、しっかりしてますからね、で波動昇竜もしっかり出ます、そうですね、と思った瞬間にちょっと中足がちょっとガードしてきましたね、あっと竜巻で抜けたが舞台空で蹴られる、まあ上が出るといった瞬間ちょっと飛ばれてましたが、いや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 まあまあ問題ない、まあまあ出ない時もありますからね、そう、出ない時もそれはありますよっていう感じで人間誰しもねさあ、画面足、これは大事にしていきたいが、いい感じに逃げられましたね、さあ、さあ竜巻、竜巻中ボスから、うわ、昇竜拳まで狙ってますね、欲張ってますね、だいぶダイヤシから竜巻、さあ、アッパーハード、これは痛い、これは痛い、さあ、結構な体力差だが、勝、大昇竜出ている、箱も割れた、絶好調でござる、あ、絶好調ですね、いいです、今のはまあやっぱり X 流としてね、やっぱいい動きです、完全にね、やっぱね、しっかりしますよね、基礎が。さあ続いて、さあ C チーム残りは、 C チーム残りはバイパーさん、トーコンさん、トモザさん、藤沼さん、 EOMO さんということで、トモさんですね、さあ誰行きます、誰が行くんでしょうかね、藤沼さんが動いたが誰かを呼びに行ったさあ C チーム、 C チーム、津田沼です、
さあもうどんどこどんどこ乱入しちゃっても、はい、 C チーム行きたい人行ってもらって、そうですね、 C チームもうパンマンマンマン行っちゃいましょう。なんだったらもう山本さんもう一回みたいな。俺俺死んでますよ。山本さんちょっとホンダだったんでちょっとあ1ラウンド終わっちゃいましたよ。さあ C チーム誰かあれ、東光さん、お、東光さんですね。東光さんしぶしぶ出てきた。もう筐体に触ったらもう絶対ないですよね。東光さんが、はい、竜とか行くのか、ザンギとか、いや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 、行かないですよ。東光さんはチュンリーでしょ。 1キャラですからね、行かないですよ。そう、ワンキャラ制ですからね。いやいや、東光さんね、意外とね、ザンギとか竜とか行けるんですよ。あ、そうなんですか。僕あんまり見たことないから。いや、めったに出さないですよ。まあでもね、こういう1キャラ制の大会ではね、やっぱりね、うわっ、もうピヨッ、あれはえげつない、信じらんない、大パンチ飛び込み投げですよ。アンビリーバブルですよ、これは。そうですよね、こんなキャラがいていいのかみたいな。ひどいキャラだ、本当にひどいなぁ。いや、そんな勝ってんだからひどいって言わない、言っちゃダメですよ、そんな。いやいや、勝ってるキャラひどいって言っちゃダメですよ。そうですね、そうですよ。ひどいいいキャラだと思う。ひどいいいキャラ、深いいみたいな。そうそう、ひどいみたいな感じですよね。これさあ多分竜の方がちょっと難しいのかな。なんかこの前聞いたんですけど、うん、チュンリーのその前飛びをちゃんと昇竜で落としてるようになってから五分みたいな。なるほどなるほど。感じをね、そう聞きました。まあだからチュンリーも、まあ、そう抜けてくる抜けてくる、後ろ待って、ちょっとごいや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 、おちゃらしていく、投げるのか。あ、うまい、ダイヤシ真空重ねて削り切った。いや、今のダイヤシダウンさせてからの冷静な真空削り、そうですね、これはね、やっぱね、ちゃんと画面と体力見てますよね。そうですね、まあ、当たり前かもしれないんですけれども、結構そのまあね、こうやって動画見てると画面ちっちゃいから全体見えるじゃないですか。はいはいはい、そう、モニターの前に座ると、そう、あのいざね、筐体の前に座るとね、結構 ね、 分かんないですよね、上ら辺にある、ね、時間と体力見えないんですよ、ね、見えない時ありますね。見えない時あるんですよ。スーパーゲージとかもね。そうそう、そうなんですよ。そうそう、あ、いつの間にかもうこんな時間みたいな、うん、こんな体力みたいな。そうなんですねあるんですね。さあ昇竜で落としていく、戦列使わせた。しかし破天荒さん、チュンリー戦うまいですからね。そうですね、チュンリーキラーですからね。はい、あーっと中盤ねじ込んでいく、絶好調闘魂チュンリー。ここで破天荒さんの竜が、バイパー、友が、藤沼、清江も、さあ誰が行くか。もう出惜しみ、出惜しみっつうか、じゃんじゃんバリバリ行っちゃってくださいそうっすね、もう。あ、藤沼さん行きます。あ、藤沼さん、じゃあ行きましょう。もう行きましょうっつっちゃってるけど入った。選んだのはチュンリー。はい、藤沼さんもメインチュンリーなんでしたっけ。そうですよ。あ、そうなんですね。そうじゃないですか。ごめんなさい、僕あんまり、俺もあんまり、あんまり面識ないもん。あ、でもあとザンギとか使うけど、でもあれはサドっぽいからな。さあ、でも破天荒さんはですね、前々から結構いろんな人にですね、はい、結構チュンリー戦うまいって言われているので。マジっすか。はい、いやでも本当にうまいんですよ。それやばいっすね。の試合でも結構勝率高い、いいんですよ、ね、なるほど。さあ、ファイヤーハード、これはうまい。さあ、しっかり逃げて、背中で抜けてくるが、その後の処理がしっかりしている。うまい、戦列をガード、しっかり我慢して投げている。投げる、そこで投げ。さあ、まずは一本。さあ、しっかり間合いを空けてゆとりを持った立ち回り。そうですね、ファイヤーハードこうね、いい距離で波動打つんですよ、チュンリーの。近づいてきた。そうですね、特にこの間合いなんですけれども、結構ね、そう、破天荒さんね、ちょっと堅実にね、いや、見てるんですよ、間合いすごい見てるんですよ。はい、そこはね、ちゃんと、うわさ、今の波動拳連眼になる間合いもね、ちゃんとやっぱりね、うん、知ってるんでね。さあ、そう、ゲージ溜まってないから、もう打ちまくれるんですよね。打ち放題ですよね。そう、さあ、竜巻暴れて、真空やばいぞ、こっからある。いやいや、まだまだ、いやー、抜けていく、やっぱり入っていた、ね、そう、こういうことが起きる。だってもう一回もうミスっただけであんなに体力減ってますからねそうですね、いやいや、このゲームワンミスで死にますからね、基本的には。間違いない、このゲームはもう一回間違えたら死ぬ中ボスゲームですからね。さあ、しかし大幅に
体力を取っていってるのは今破天荒さんの竜、真空もある。チュンリーはゲージが欲しいところ。はい、まあでもさっきはゲージ溜まってから一気に持ってきましたからね。そうですね、誰でも全然あります。ありますからね。真空は見えていた。ゲージは溜まったぞ。さあ飛んでいく、チャイニーサマーソルトからの、おお、これ出していく中足戦列だが、さあ藤沼さんこっから巻き返せるか。さあゼロドットかこれ。うわ ー飛び台飛んでいく。絶好調絶好調出すか絶好調。さあさあどうする C チーム。C チーム、はい、あの C チーム譲り合いはどうします。 TOMO さんとバイパーさんとトモさん譲り合っていますが、そうですね、バイパー TOMO さんが今筐体に一番近い。近いぞ近いぞ。さあ誰が出るのか。さあ押すべき、誰が出るのか、押すべきか。さあ1ラウンド終わってしまった。押すしかない、押しましたね今。ヤヤジュニア大丈夫か。ヤヤジュニア大丈夫ですね。ちょっとむせちゃったか。ちょっとジュースが効かんに。ある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 ですからね。ゆっくり座って飲みましょう。さあ、はい、ちゃんとこういうところもね実況していく、はい、そうですね、いろんなものを実況しすぎてもう何を言ってるのか分かんない。さあしかし座ったのはなんとバイパーさん。あ、来ましたね。 TOM さんがスタートボタンを押したが座ったのはバイパーさん。そしてホーク。これは後々を考えるとっていうところですよね。後々の展開を考えてるんですかね。そうですね、バイパーさんホークなんでっていうところですよね、やっぱり。さあバイパーさん、あ、破天荒さんとバイパーさんの組み合わせが見れるのはもうここ大山ニュートンだけみたいなね。そうなんですか、感じあります。え、そうなんですか。え、今びっくりした、初めて聞いたわけです。そうなんです。最近バイパーさんバーサスとかにもいないんで、やっぱりそう、あのやっぱバイパーさんのホークといえばこの一度ね焦げたら竜は死ぬと、二度と起き上がれない、もう竜戦大好き感じですからね。もうさあなので波動も受けない。おっと脱臭体育、しかし破天荒さんちゃんと通常技で落としてますね。あれね、さあこの前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 はもう間違えたら死ぬ。いやまだまだ波動を打てるんで大丈夫ですよ。いやもうやばいですよ。これはあっとこけてしまった。トマホが届く前なので画面味は鬼きつい。しかし真空ガルが使っていく。いやでもね削りもね今日安いんですよね。そうなんです。なんてだってあのうーんっていうあのダブル台風の火力を考えるとね、光ったー、来ちゃったよ俺たち。そこで狙っていくところがねやっぱ素晴らしいところですよね。そう、さあここで、はい、B チーム破天荒さんが敗れて残ってるのはいっぱいいますね。まだいますよね、結構いますよね。いますいます。おっと金子さんがもう着席。お、金子がいるホーク、あーごめんなさい、金子がいる対バーパーホーク。え、今残ってるの何人 B チーム。そうですね、あーそうかそうかそうか。はーい、さあ竜ホーク、まあ金子さん有利とまでは聞いてないですけど楽しい、みんな言うんですよね。もう外流側からしたらまあそのまあお互いねその神経違うんで、そうですね、やっぱり分かんないんですけど、うん、打撃と投げの戦いみたいな感じですよね。もう本当になんだろう、周りの取り方とかねすげえ本気地獄だよなってやっぱガイル使って思いますよ本当。やっぱりその1回目体力もうこんだけ取っちゃうとまあ取り返すのもね厳しいんでね。そうなんですよね、守るって言っても守りきるのも楽じゃないですからね意外とね。さあしか相手はバイパーさんですからね。さあ溶かして何があるかわからない最終ラウンドは、さあ画面端追いやったぞ、ここでこける。さあ今のはちょっと遠かった、コントロールダイブが当たっている。とっ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 と、ジャックさんから行ったが上から、これは来た。あ、おっとミスったか、回ってなかった、やばい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 、あーしゃがちゅう。トマホークかと思いきやでしたね今。ガエルの鉄壁のあれですよね、とりあえずごちゃったらしゃがみ中パンチ。さあ金子ガエル勝利で
いやー今のは チームはTOM 王さんか友田さんか二択です。あ、そっか、友さんか友田さんか。そうそうそう、友友コンビ確かにどっちの友さんが行く、どっちの友さんが行くんだっていうお願いしますって感じですね。しかしベガ流って考えるとガイルに対しては流の方がまだ。座ったのはトモさんですか。キャラクターはもちろん流ですよね。まさかホンダはないですよまさかホンダはないですよね。はい、うん、そうですよ。あ、山本さんのホンダすごい良かったですよ。あのコマンド表がね、コマンド表貼っといてくれないと分かんないですかやっぱ戦いの中で成長していく感じはかなりありましたね。ライブ感のあるホンダでしたね。そうですね、そう、生本番みたいな、生放送中みたいな、そんな感じがすごいひどいホンダでしたよね、ほんと。いやいやいや、でも破天荒さんあそこまで追い詰めてましたからね。素晴らしいですよ、ほんと。いやいや、キャラ差を意図もせずに。さあ、TOM さんの、はい、竜が押しているが、画面はまあでも、体力ですからね。うん、金子ガイルがだいぶ、お守っている。前そばはね、もうね、かなりね、まあ竜側としてもね、結構イラつく技の一つ。でもあれ真空前段入りますよね。まあもちろん入りますけど、入りますけど、前そばをね、まあ、そもそも読み合いに入れるべきかどうかっていう、まあ、そうなんですよね。すごいですよね、地上戦の、うん、超微妙な技なんで、ためも解除されるんで。そうですよね、もっとここぞっていう感じのやつですが、おっと2周目を昇竜、はい、投げる。あーっと、アッパータイクがちょっとめくってけど、ちょっと後ろに落ちたか。そうですね、さあ、球を器用に避けているのは金子さんのガイル。さあ、第5スで近づいて、おっと、真空使ってしまった。ここで吐かしたのはでかいぞ。さあ、ソニックと波動拳のこれは、うわー、これは厳しい。金子さん硬い。さあ最後のプレイヤー、最後のプレイヤーやってまいりました。友田さん、友田さんはもちろんベガ。いやー、さあ、こっから、C チームは、あ、 C チームは友田さん、 C チーム最後ですが、大将の一人なんですが、 B チームは、 B チームが、おっと、ピヨってる。上からスビヒト。B チームがすごい残ってますからね。まあでもこっからね、全員勝つっていうのは、まあキャラ的にもね、かなりきついと思われますが、思われるが、友田さんならやりかねない。さあ、これはサマーで返して、ソニックでお返し。さあ、これは落とす、一方負けするんだね。あ、ゆうち、さあ、おっと、ホバーでどっか行って、さあ、うぅ、ダブルニーが投げる。さあ、どうする。こっからがベガガエル楽しいところ。うぅ、 TBS うぅ、よくガードしてる。うわ、マジか。歩きナイトメア、足が出ていた。あれは見えない。すごいですね、今のね。素晴らしいですね。誰しもが出しちゃいますね、あれ。いや、あれはね、ガエルね、技出したくなっちゃいますもん。で、座っていくのが、長州さんの剣ですね。はい、長州さんです。 B チーム、長州さん。さあ、長州さん、まずはまあ膝ですよね。膝、もうこれでもう5割以上持っていますからね、これね。そしてホバーでめくって、あっと、一文字は返すダメで、おっ、なんかすげえ長州キック連発しているが、さあ、お互い食らって、うわっ、おっと、2発目の技からのダブル2で、おわっと、飛んでいる。先に飛んでいるのは友田さんなんですけど、落としたのはベガですよね。うわ、拾って拾って、ダブル2、2ヒット。さあ、表落ち、投げる。さあ、さあ、裏落ち。うわ、うめ、剣、うわ、めくり、めくりからの、下段と下段、揺さぶっていく。畳みかけがね、やっぱ素晴らしいですよね。あ、今ほぼ山本さんのあの X のプラカード、プラカードじゃねえよ、
ストラップが、ストラップ、ストラップがね、落ちましたね。さあ、小江戸さんが入りましたね。お、これはまたベガ同キャラ戦のあれですね。さあ、このまたさっきも見たぞ。これね抜けらんねさあ、ベガベガさあ、投げて投げられる。これね、五分ですからね。いや、それ五分ですよ。よくわからない五分ですよ。それは五分ですよ。さあ、お互い距離を取って前を完全五分だからやりたくないみたいなね、うん、ところはかなりあると思います。さあ、今度は、うお、割れる。中盤で割っていく。さあ、なんとか抜け出してまたやり直していったが、これはお互い動けない。うえ、弱っと同時。さあ、拾う。中盤で拾っていく。はいはい、投げて、さあ、ここから投げて、しかしゲージ、うわ、後ろ落ち、後ろ落ち、サイコ出ましたね今ね。サイコテールか。サイコテールですねサイコテールなのか。さあ、ダブル2から投げからのカニ。さあ、両者、まあお互い、まあね、もう本当分かってるんで、あまりゲージためもできないって感じなんですね。うわ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 、すげえ空中でこちゃりまくり。さあもう素人目で見るともう何してんのみたいな、どっちがどっちか分かんないですよね。そう、どっちどっちどっちみたいな、これどういう読み合いみたいな感じですが、さあ、ホバーかけている、裏から、うわうわうわっと、ナイトメアも見えていた。肘で、膝、肘で違うな、肘だ、膝だ、膝だ膝、もうね、膝って10回言うしかないですよね、これね。膝膝膝膝。いやー、しかし続いて入るのは中島さんのガイル。中島ガイル。さあ、先ほどは四季さんのベガにやられてしまった中島さんですが、今度は倒したい。やっぱりね、ガイルも結構そのベガに負けるとね、まあそこそこ悔しいんで、やっぱね、これはね、やっぱ勝ちたいですよね。まあ大体、まあそのいい、なんかいい勝負はやっぱ絶対勝ちたいですよね。さあ、画面端、こっからがベガガイル楽しいところ。うわ、ホバーを後ろスバットでかわしていく。さあ、マーソルトが間に合う。まず1本取ったのは中島さんのガイル。さあ、ガイルはソニックを打ってベガを飛ばしたいんですが、そこを出際を潰していきたいのがベガ。お互い苦しいって言いますね、これね。まあお互い苦しいですね。まあお互い苦しいってことはそれほどいい勝負っていうことなんですけど、そうですよね。さあ、ソニックで追い返したい。さあ、しかしガンガン歩いていく。前をどん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 詰めていってますね、やっぱね。さあ、画面出し、ここが面白いところ。どうする？うわっと、またしてもナイトメアから投げです。投げる、これがね、本当に見えない。いや、もう本当にね、畳にかけられるとね、かなりもうガイル側としてもね、え、なになにみたいな感じになっちゃうんで、かなりね、冷静な状況判断が大事なんですよね。さあ、トルネーディでなんか落ちましたね。そうですね、後ろジャンプしてたのか、ちょっとね、まあベガジャンプ早いんで結構ああいうこともありますよね。さあ、こっから落として、落としてダブル2ダブル2から、うわっと裏、今のめくりは見えない。そうなんですよ、これお互いめくり見えないんですよ、この組み合わせ。いやいやね、あのね、ベガのもうめくりはね、もうね、どっちもその同じ、もうグラフィック同じだから分かんないんですよね、結局。ガイルもそうなんですよ。まあ、ガイルもそうなんだけど。さあ、そして闘魂中に、あれ、ごめんなさい、闘魂じゃない、瀬尾中にですね、瀬尾さんです。あれ、さあ、あ、グチさん残すか。はい、続いて現れたのは瀬尾さんのチュンリー。瀬尾チュンリー。これで B チーム残ってるのは瀬尾さんとグッチさん、グチさんだけ。お、じゃあ結構もう終盤戦ですね。はい、接戦ですね。だいぶ終盤に差し掛かっているが、千年遊べるカード。しかし千年遊べるのはチュンリーの方なんですね
ベガは1000年もやりたくないよと、こんな組み合わせ、おっと元キックで減らなかったが、背中蹴りは相打ち。まあ中国も3000年って言いますしね。そうですね、そうですね。何がそうですね。いや、わかんない。何がそう、言ってみたら何がそうなんだろう。さあ、あの裏落ち、わかんないな。しかし体力リードを取っているのはベガーですね、友田さんですが、いや、脚裂に引っかかる。カニが脚裂に負けちゃうんですよね。かなり結構いい感じのそのダメージソース、ダメージ取れるとこなん、技なんですけれども、突起表現、こうなると厳しい。さあ、連勝、連勝が待っている。さあ、戦列、きついきついきつい。うわっと天章で、天章にヒットすんかい。勝ったのは瀬尾さんのチュンリー。いやー、ということで B チームが勝ち。はい、じゃあ AC ですね、次 AC、 A 対 C。 さあ、やりますか、やりますか。あ、あれ、我々2人とも、我々、はい、我々です。はい、よし、勝つぞ。じゃあ一旦離れます。誰から行くんだ。じゃあちょっと巻いていきましょう。A と C です。 A チーム先方決定、 C も決定。はい、じゃあ先方始めてください。あ、コンパネは決めた。1P が C チーム、2P が A チームですね。まずは、2P がタンパタメコ、バイソン。1P が山本チュンリーですね。まあ、バイソンに対してチュンリーっていうのはね、結構セオリーというか。さあ、これさあ、このチュンリーをどうしていくか。まあ、投げは、さあ、ヘッドガードして投げがなんか永遠に続いていく。ハメ、まあ、ハメは良くないですよ。さあ、タメコバイソン、オアが入る。オア、まあ、画面足に寄せているが、さ、入れ替わって、ここも相打ち。オア、さあ、アッパーからのクレイジー。さあ、決めてくる、できるぞ、このバイソン、できる。うわ、相打ちでダメージ勝ち。投げ、ガワヘッド潰して、あ、うわ、投げ、あー、非常に惜しかった。さあ、これで、あ、固定ですかね、固定サガット。さあ、サガット、まあ、チュンリーきついとは思いますが、おお、出していく、アッパーカット出ますね。対空は完璧ですね。
さあ完全に固定ペース、あ当たる、一気に逆転しちゃう。さあここも打っていきますね、上は絶対通さないですね、固定下がった。あ、弾もうまく打っていく。ん？投げ。あ、X サガットダメージ負けしてるとなかなかね、自分からダメージ取りに行くの難しいですね。さあ削り確定。ジャロップさん、あ、S サガ、 S サガ対 X サガット、これね同キャラなんですけど、同キャラな、さあお小手がまずリードを取る、だいぶ大差がついた。おお見てから、さあ S 差が、この球の速さが全然違う、硬直が違う。おお、しかし端に寄せているのは小手の方ですね。さあ2位で飛び越して投げできる。タイガー、この S の下タイガーは非常に硬直が少ない。球はねまともには打ち合いはできないですね。まあ上届かない。さあまあまあ同キャラなんでね、うん、キャラ差はないです。さあさあ来ました、次 S バイソン。最近は S バイソンしか見てないですね。あ、これいけんのかな、 S サガに。さあ近寄れない。あ、急遽マイクがありました。さあエサガが取っている、ジャグさん取ってますね。はい、Sバイソンでどう立ち回るか。おっ、短波が決まる、アパッカーがカウンターで入る、ヘッドアパッカーカウンター、当たりに行っちゃう感じですからね。まだあるが、まだあるが、どうなんだ、タンパからダッシュストレート、ギリギリのところで取り返した。さあ3ラウンド目どうなる、ダッシュストレート、やっぱりダッシュストレートに S は当たると美味しい、当たると美味しい。 S バイソン、タンパちょっと遅かったか、
さあ時間が時間はあるが体力がないぞ。そろそろ、おっと短波で後ろ振り向いた瞬間に、さあさあ B チーム、あーごめんなさい、今シート A ですね。 A チームはお茶る丸さん、お茶る丸さんのバルログ。さあ、あ、ハゲさんが帰ってきた。解決。おだす。おだす。さあ、お茶る丸さんのバルログが暴れているが、S サガも暴れていると。いやー、いい勝負ですね、これ。これ、キャラ差あんまないような気がするんですけど、この組み合わせ。おっと、アパカで落としていく。ちょっと欲張ったが、さすがに投げまでは。爪を当てていく。おっと、死んでない。ハイクローがアパカと相打ちしたのかな、今。タイガー2位。ダメージがだいぶあるぞ。ダメージがだいぶあるぞ。さあバカ、さっきも見たぞこれ。さあエッサガがだいぶ暴れているぞ。C チームは座ったのは、あーごめんなさい、 A チームですね。 A チーム座ったのはうねがえる、あーすいません、うねがえるエッサガ同キャラ、道路さんですね。第2章ですよね。2章。さあどっちかが全くわからないぞこれ。 1P 側がジャロップさん、 2P 側がうねさんかな。パンツの色まで一緒、若干違うけどそこで見分けるしかない。さあ飛んでいくがガードが間に合う。とうねっさかが1ラウンド目を取っていく。タイガーと、タイガー見てから飛んだんじゃ間違いなく遅くて、見なくて飛んでももしかしたら遅いのかな。アパカがびっくりするぐらい減るっていうね。さあ打ち合っていく。お互いフレームは同じ。さあアパカ、やはり見ないで飛ぶは無理ですからね。見て飛ぶも無理だけど見ないで飛ぶも無理。さあロード S ガイルが、あーロード S サガが勝利。さあ C チームまだでも2人目なんで、あ3人目なんで次で、バイパー闘魂友座藤沼陽一友さん M さんさんと、あーいますね、大丈夫ですね。 S サガに行けそうなとか考えちゃダメです。あ、行けそうな、S サガに行けそうなキャラ探すよりも。さあ、藤沼さんが座って、チュンリー。まあ、あれですね。チュンリーも行けなくもないっていう。ただきついですけどね。おっと、美味しいのがいったぞ、今。アパカ。さあ見てから戦列だが、やはり暗い判定がちっちゃいため、ちっちゃいんじゃないの、だいぶ前に出ているために全部は食らわない。さあ投げていく。さ
下がって飛行源上から投げる、やはり S キャラは投げる、これだけ。さあ上から今多分そうっすね、アパカ間に合いそうでしたよね。ガードにしちゃったのかな。さあさあ、いやまだいっぱいいっぱい残ってる。ややさんとしきさんですね、残ってるの。ややさんかしきさん。さあ1ラウンド終わってどちら、A チームややさんかしきさん、どちらかお願いします。さあややさんが座った。選ぶのはサガト。さあややサガト、やはり上は出る。おっと落とせなかった。投げる、アパカ、足を今アパカした感じですね。さあ打ち合ってジリジリしているが、落としていく、アパカ戦列お釣りで入って、さあうわっ、これが相打ちになる、相打ち OK ですね。さあまあね、結構ね終盤戦に近づいてきたんで、そうですね、かなりヒリヒリした戦いがこれからね繰り出されると思われるんですが、ヤヤさんはもう X サガットなのかっていうのを感じさせないぐらいプレッシャーのある球をねやっぱり心打てますか、ね、かなりね、そう打ってるので、本当にね、でも俺のさっきの浅浅の S サガよりもね、おっと声でビヨっているが、やばい、減りすぎでしょ。うわあ、さあA チームは大将、さあ大将しきさん、あ、クレジットがないですね、クレジット、すいません、どなたかクレジット押してください、クレジットボタンを。 C って書いてあるんだっけ、多分、はい、あ、入った入った、入りましたね。さあさあ、あれ C チームは藤沼さんと東根さんと、東根さん、友田さんと、EOMO さんと、陽一さんと、まる、バイパーさんと、結構残ってるのか、まだ結構います。四季さんはバイソン出した、はい、さあこっからね、四季さんの ね、あのラッシュがついに始まるのか、出るのかと、はい、例のバイソンがみたいなね、そう、これが都市伝説だと。そうですね。さあ画面端ターンパンチで割っていくが、連携で壊されて、これは使わせるが、バイソン弾が速いですからね。速いですね。しかし投げる、暗いゴチゴチ、さあ裏からおっと投げられる、今度はこっちが投げられる。さあまずは1本取っていったのは藤沼さんのチュンリー、やはり短波でダメージ勝ちしている。相打ちは完全に負けますからね。やばい、短波から短波ですよ。短波し放題かと思われたか、これ減りすぎ。うまっ、からの削り殺し。今のバックジャンプはさすがですね。いや、本当に今のは完全に凄まじいしのぎでした。さあ、グラウンドから飛びが通って。さあ、いい飛び。うわ、反対側に出るやつ、後ろからめくりストレートも何のこっちゃないと、ゴチゴチいく、掴んで、おっと、高め、早出し、うますぎる、
ダッシュアッパーで飛び込んでいる。これが都市伝説ムーブ。素晴らしい動きだ。これが都市伝説の動き。さあ C チームどうする。さあ続いて C チーム残っているのはどなた。バイパー、バイパーさん、トントモーザー、TOMO、バイパーさん、トーコーさん、あ、トモトモザーさん、トモさん、うん、と413とトモさんですよね。 TOMO さん、はい。誰が行くんだ。バイソン、それか大将選抜3人さあ入っていくのは、闘魂中人。これね、 A チームは残り1人なんですけど、 C チームはまだ何人かいると。さあ、ね、今のね、チュンリー落としづらいんですよ。あれはそうですね、飛び入りの早めは、うん。さあしかし落としていく。うわこの動き、いやきつい。ともうわけがわからない。投げる、シャンパンを投げる。しかしね、この畳みかけの凄まじいですね。うわうまい。うわー、さあクレジー、あれは置いてますね、完全に置いていった感じ。さあ次、お次は、さあ誰が、お、陽一さんが、さあ陽一さんが来ましたよ。さあこれはヨイチガエル、シキさんが、シキガエルさんの色ですね。ああなるほどですね。ターボカラー、ターボカラー、うん、あれシキガエル茶色、シキガエルはダッシュカラーだと今ツッコミが入りました。なんかシキさん結構青色、青ガエルも使うからちょっとっかりメインかなと思って。さあクレイジーが入っている、ワンクレメ、ワンクレメ、うん、ワンクレメカラーですね。俺もワンクレメカラーこういうんです。そう、さあガエルバイソンはですね、本当にまあね、ガエルの試される、そうですね、ソニックの力がね、ソニックの心が、ソニックもそうなんですけど、違うだけじゃない、通常技が難しいんですよ、とにかく置くのがね。さあ慣れない、そう慣れないと全部ね一歩負けしちゃうんで。さあ入っていくのはハイパーさん、はい、やはりこの順番になるかって感じですね。さあ続いてバイパーさん、バイパーさんがフォーク、おっ、もう C チームは順番決まってます。でもこれ C チームが勝つと次が発生しちゃうんで。いやだから勝っちゃったら、だから代表なんか2人か3人か決めてもうやっちゃおうみたいな、不参加が出てきちゃうかもしれないっていう。いやだからそうそれはもうしょうがない、代表戦、なるほど、そう代表戦じゃないと時間がね、ちょっとね。ちょっと7人はおっと蹴っていく代表戦プラグあるぞ。さあまず1本取っていったのは8人なのか、バイパーさんのエクソーク。8人もいるんですね、1チームね。さあダッシュアッパーで対空、これも返されて、これも返されてしまう、前に進めない。おっ、出た、これは一度見たムーブ、タッチューパンチ、はい、バイソンのトルネーディですね、完全に。ホークにはこれやっとけばいいねみたいなと言わんばかりに、なるほど、売りまくり。さあフォーク側もね、本当にこれ難しい。そうっすね、まずこかせないとね、お話にならないんで。そうなんです。さあこかされて、うわっ、ダウンしている か, からの、しかしクレイジーガードぞ、クレイジーからのガードして、歩くスクリュー確認にならないですかね。いやいやいや、これやばい、
これやばいって。あ、出た。これやばいって。あの中盤どうにもなんないんすかね。どうにもならねえ。もう早い早いもん。もうずっともうポン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 。パパパパパパって。弾もないですか。しょうがないですよね。さあ入っていったのがC チームワンピーが TOMO さんですね。はい。トモさんでいいの。TOMO さんじゃないの。TOMO って読むかね。普通。読まない。読むよ俺。普通読むかね。読むよ。トモさんでしょ。さあグランド。さあトモさんは竜なんでちょっと厳しいなーと。さあ。しかし波動のプレッシャーが結構あるぞ。さあこっからですね。この場面だと波動のプレッシャーよりもスパコンですよね。クレイそうそうお互い溜まってしまったんで。ああ投げた。投げた投げた減った。さあまず一歩取ったのはトモさん。あーファイヤー波動これはきつい。ダイヤシこかされてちょい待ちダイヤシでしたね今ね。さあこれかわして投げているからのうわヘッドで抜ける。ヘッドで抜けているぞ。あれクレイジー格ですからね。下手したらがゲージがあったらタンパで寄ってグランドでかかしてゴチゴチゴチダイヤシー一歩歩ってしゃがみダイヤシーもうついついのけぞるぐらいやばかったですね。さあ開幕ファイヤー波動投げる。さあ中足が刺さってちょっと痛かったがこれだけでもう体力はいい、まあ、ほぼ5分ですが竜巻をガードしてと昇竜になってしまった。これは痛いぞ。今のミスはでかい。ゲージがうわー中盤ゲージを止めさせてくれない。やはりこの畳みかけのやっぱもうセンスたるやもうありやしもうねたまんないっすね。たまんないたまんない。さあ最後のプレイヤー同士となった、C チーム 1P 側友田さんのペガですね。はい。ベガバイソン。ベガバイソンです。お互い突進系なのでかなり難しくなってくる。さあこれは落としてもうなんだかんだで体力はもうないですねベガ側は。さあこの固めがきつい。もう割っていく。いやいやもうね行かなきゃいけないっていう時があるんでその見定めとタイミングとかねほんと難しいんですよね。まあこれはお互いなんですけれども裏回り。あ最後で裏回り。いやするするする。さあダブル2がしないのか。さあこっからうわ追っかけてるグランド。さあこれは落とすからのプレスは落とされて。うわーいい打ちで置いてやった勝ったのは四季さんのバイソン。さあ A チーム A チーム勝利完全勝利勝利完全勝利優勝ですね。じゃあこれで A チーム優勝1位喜んでいる四季バイソン喜んでいるが1位 A チーム2位が B チーム3位が C チーム、 C チーム、はい、という結果に終わりましたね。いやーいやー皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、じゃあ勝った A チームの方はちょっと写真をね。うん。確かに。確かにそう。危ないから。じゃあまあ、大会の筐体あたりでちょっと撮りましょうか。
Oh!
Oh!
Thank you.
Thank you.
Round 2!
Oh!